遊びは勝つからこそ面白い。そう思わないか？さあおいで。私は人を食べました。赤い月が祭りの終わりを告げている。どうやら今回も私の勝ちのようだ。人間の腹の先は本当に面白いね。災禍をもたらしたのは私じゃない。そなたたちだ。そなたたちの武運を心より祈っているよ。感情など無意味なものだと思わないか？血のように美しい月だね。そうだ。私と少し遊ばないか？知っての通り。私は嘘をつかない。勝利こそ食物のうまみを引き出す最高の調味料だ。